あ、なんか撮っとる。鳥鳥。え、鳥なのこれ。うん。古い山頂。なんか突入でお邪魔ーす。ええー、こんなかー。わー。すげー。わー、すごいなあ。でも前来た時こんな感じだったね。前もっとだよね、ほんと。いや。2、3メーター先が見えんかったのね、前は。また滋賀県だ。あー、ギフト滋賀を。あ、こっから登山できるの？登山者の方やって感じだけど、え、どっか登山できる感じはせえへんけど。あ、なんか撮っとる。鳥。え、鳥なのか。すごいカメラでみんな撮ってる、あの迷彩の、うん、え、何？でもなんか大鷲とかじゃないの？え、何？雲海？雲しか見えんけど、雲こんな、うん、はい、こんな感じで。あ、ようやく頂上じゃない？あ、雲の中だけど、なんか雲がさ、わなんかすごい絶妙に、うん、微妙な。23度おー、めちゃくちゃ涼しいじゃん。よかった。はい、到着です。わ、駐車場いっぱい。まあでも端までいっぱい。あ、でも出てくる人がおる。でも、まあ、うん、やっぱり空いてるね。別に空いてる。よかったよかった。はい、一旦到着です。はい、到着。はい、気持ちいい。よー、山頂まで登るぞ。あれ、あそこだけ、これ見て。え、一輪だけ、うん、ブロッコリーみたいなのもある、手前に見て、うん、立ちくらま。一番最初に行くオープンワールド的な雰囲気や。何もないよ、でも最初こんな感じじゃない？うわ、すごい、こっち真っ白。こっちへ帰ってかない感じじゃない？でも登ってきた、雲が。うん、古い山頂。牛乳とか美味しそう。うん、はあ、いな。よいしょ、もうちょい。ソフトクリーム、うん、ソフトクリーム食おう。うん、その前にお茶飲もう。喉カラカラや。はあ、到着。余裕でしたね。うん、まだベンチも空いてる。あ、なんか物、なんかあれ、そこになんかモノレールみたいなのがある。え、なんかでもすごいお手製感満載の、ね、うん、荷物運んでるんだ、あれで。あ、なるほどね。あと10時半。
京雲海的なかな、あの辺の雰囲気。ほら動いた。あ、すごい。あれあれ人も乗る、あ、椅子がついてるもんだって。人が乗れるんだ、あれ怖え。あれ乗ってくのね。あ、一応でも無人で返すんだ、あれ。ソフトクリーム食べよう。あ、なんかいっぱいある。あ、なんかでもご当地っぽいのはないかな。変わった花なのかな。見たことないよ、魚介では。あれ見て、あれ。なんちゅう花なのかわからんけど。これやったのか。本当に線香花火みたいな。なんだろうね、これ。でも高山植物。すごっ。しかも雲海も綺麗。ああ。すごいな。お。雲海が本当に。雲がすごいな。このどうやってできたんだろう。ね。でなんでこれをこのコースにしたんやろね。コース決まっとるやんだって。よいしょ、危ないこれは。よいしょ。逃げてった。